皆さんこんにちは。今日はパンケーキの練習となります。パンケーキとはバレーボールをする際にギリギリのボールをレシーブしたい時に使われる技術です。このパンケーキは床とボールの間に手を挟んでレシーブすることです。これができるようになるとレシーブ範囲が広がります。ぜひできるようになってほしい技術です。今回は実際に映像を見ながら何を意識すればいいのか、どのような練習なのか解説していきます。よろしくお願いします。では早速映像に移ります。今回はパンケーキということでギリギリのボールをレシーブする練習です。このように一人にボールを投げてもらいます。最初は近くで投げてもらってもいいです。レシーブする人はその場から倒れるようにして床にうつ伏せになり、手伸ばしたところにボールを投げてもらいます。足の位置を変えずに倒れるだけでそこまで届くというのを把握できるようにしてください。その位置が構えた状態から自分のレシーブできるギリギリの範囲です。これが分かったらこの距離で毎回触るように練習します。この距離が短すぎると肘を曲げた状態でパンケーキをしてしまうので、距離が短くならないように投げる人は気をつけてください。そしてこの倒れる練習ができたら、この映像のように少し飛んでパンケーキをします。この時も肘が曲がらないように気をつけてください。肘が曲がるということはパンケーキをしなくても届く距離ということが分かります。普通にレシーブした方が高く上がりますし、コントロールすることもできます。パンケーキは最終手段だと思って使ってください。パンケーキの届く範囲は思った以上に遠い位置までいけます。やったことない人は感覚的には届かない位置、そのぐらいの感覚でやるとまあいい感じになると思います。そして気をつけるポイントなんですが、構えが高いとパンケーキするまでに高さが出てしまうので、バタッと倒れて痛かったり怪我をする恐れがあります。なるべく低い状態からパンケーキをしに行くようにしてください。なのでこの練習では低い構えをする練習にもなりますね。取る前から意識をして構えるようにしましょう。高いところから低いところに飛ぶ場合ですと、頭が揺れて顎がぶつかったりしてしまう場合もあります。顎を切ってしまう恐れとかもあるので、しっかり低い姿勢からパンケーキをするようにしてください。次のポイントですが、パンケーキをする際は手のひらをしっかり伸ばしてください。指を曲げてしまったり、グーにしてしまうとパンケーキになりません。違う方向へ飛んでしまったり、うまく上に上がらなかったり、怪我をする場合があります。必ず手のひらをまっすぐにして、ボールと床の間に挟むイメージで行ってください。そしてこの挟むタイミングなのですが、遅すぎると床と手の間に隙間ができて、ボールの力を吸収してしまうので、ボールが落ちる頃には下で待ってるようなイメージで行ってください。そうしないとパンケーキしたボールが全然上がらないので、次の人がカバーするのが難しくなります。次の人の考えてやるのがバレーボールです。気をつけましょう。そして低いボールに対して、例えばフェイントとかですね、パンケーキをすると全然弾みません。それはボールの高さが低いから跳ね返りも低くなるということです。パンケーキをして跳ね返りを高くするっていうのは難しいので、低いボールに対してパンケーキした時は次の人が低いボールが来ると予測していればつなぐことができます。全然上がらないからといって手を動かしたりとかすると、逆に変な方に行ってしまったり、うまくパンケーキができないので、あくまでも挟むだけで動かしたりしない方がいいです。このパンケーキができるようになるとレシーブ範囲が広がるので、ぜひこの練習やってみてください。今回はこれで終わります。バレーボールに関してのことで、やってほしいこと、知りたいことがあったらぜひコメントに書いてください。インスタグラム、ツイッターもやってるので、そちらからメッセージでもいいです。このチャンネルはバレーボールに関してのこと様々発信しています。ぜひチャンネル登録してください。ではまた明日。